家庭で消費するものやサービスの値動きを見る9月の全国の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が去年より 3.0% 上昇しました。消費増税の影響を除くと31年1ヶ月ぶりの歴史的な上昇幅です。総務省が発表した9月の全国の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除いた指数が 102.9 となり、去年9月より 3.0% 上昇しました。 3% を超えるのは消費増税の影響を除くと1991年8月以来、31年1ヶ月ぶりで、歴史的な上昇幅です。今年4月に 2% を突破してから半年を経ずに 3% を超える急激な物価上昇となりました。原油価格高騰の影響で、下向き黒三角都市ガス代金が 25.5%、 下向き黒三角電気代が 21.5% 上昇するなど、エネルギー価格の上昇が続きました。またウクライナ情勢や急速な円安などの影響で、小麦粉や食用油など生鮮食品を除く食料が 4.6% 上昇しました。